い目つきです。そうですね、あの彼女はちょうど1秒3ですか。僕はもうメダルに完全に手の届く範囲内だと思ってますね。さあ意欲を見せるか。2回目ピンソファースタートしました。体格を生かしてのこの滑り、非常に彼女のスキーはスムーズなんですね。そうですね、はい、非常にこう力強いというより非常に滑らかなスムーズなスキーをしますね、はい、両スキーがあまり離れませんのでね、あの右ドイツの選手が多いんですよ、あのスキーをですね食べて滑る選手が多いですよ、はい、さあチェックポイントにかかります。23秒30は2 23秒50で通過しました。100分の20秒遅れていますが、それは十分に、そうですね、もう完全にメダルの中に、はい、このままいけば現時点ではトップに出そうです。そうですね、はい、ピンソファー9トライ、今シーズンからまた西ドイツ所属に戻りました。さあ何で入るか、リズムはどうでしょう。48秒56でトップです。1、2回トータルで1分38秒40、0秒37上回りまして、ここでキンソファートップに立ちました。1回目4位のイダ・ラドシテッター、これから滑る選手の中から金メダルが出てもおかしくないですね。そうです ね、いくらでも逆転があるタイム差ですよ、はい、1秒ありませんからね。ここからが1秒以内の差ですね。そうなんですね。1回目トップのシュナイダーから0秒90の差スタートしました。イダ・ラドシテッター、彼女は1本目前半ですね、はい、リズム取りきれなかったんですね。前半ちょっと遅れてるんですよ、はい、じゃあ2本目はどういう滑りをしますか。そうですね、おっとラトシテッターはこれまでのレースは2回目に失敗という例が目立っていますが、今日はどうか、ちょっとミスがあります。さあ中間のタイムを見てみましょう。何秒で通過しましたね。21秒23秒23秒7、やっぱり遅れましたね。そうですね、あそこはですね非常に気をつけなきゃいけないところなんですよね、前半6位で通過ラトシテッター。これは分かりませんよ、キンソーハー後半で挽回できるか。現在トップはキンソファー西ドイツ、2位がオーストリアのシュタイナー。さあ同じオーストリアのこのダトシュッターですが、ちょっと時間がかかりました。48秒88で入りまして、目下トップから1秒19遅れの第4位であります。しましたですね、ちょっと追いつかなかったですね。失敗大きいですね、はい、さあマテアスウェイト、この人には一発の期待がありますね。あるんですよ。僕はですね、もしシュナイダーを逆転できるんであれば、ニルソンより僕は彼女の方が可能性十分あると思うんですね。さあスタートしました。1回目3位のトップから100分の40秒差、まず第1回目そこは気をつけることですね、はい、世界選手権去年は銅メダルを2つ取っています。今シーズンワールドカップ総合7位、いいですよ。見逃しなかった、はい、すごいいいですよ、といいタイムで通過すると思いますね。中間さあ22秒台があるいは出るか、どうでしょうか。23秒47遅れました。ちょっと出てますね。第2位ですね。さあ後半です。0秒17の遅れ。マテアスウェイとユーゴスラビア、非常にハイエームを意識してますね。ポッセッターがユーゴスラビアのコーチというのもこれは幸いするかどうか。ゴール前かかってきました。リズムはいいですね、はい、非常にいいですよ、はい、49秒19のタイムはキンソファーですが、さあ最後はどうか。49秒16、来ましたね。3秒上がった。これ 1,2 回トータル1分38秒37。さあここでスウェートがトップに出ました。さあ残るは2人ですよ。あと2人、はい、1回目2位のカミラ・ニルソン、そして1回目トップのユーゴの人がすごいですよ、喜んで。そうですね、はい、これユーゴの民族衣装つけてますね。そうですね。さあその大歓声の中を1回目にわずかにトップシュナイダーから100分の1秒差で追います、カミラ・ニルソン、スウェーデン。さあスタートしました、カミラ・ニルソン。勝負をかけた2回目、まず前半絶対リズム使うことですね。ここまでいいですよ、ますね、はい、ここまでいいです、はい、半斜面があってこれから急斜面、スキーは絶対接点が離さないことです。いや積極的に滑ってますよ。さあ来ています。あっとこれスローに行ってコースアウト。1回目2位のカミラ・ニルソン、コースアウト。あ前半快調と思いましたがね。そうですね、トップはユーゴスラビアの現在スウェート、第2位が西ドイツキンソンファー、3位がオーストリアシュタイナー。タイナーここで遅れてますね。で次のホールを強引に入ってるんですよ、その時に右足を見てください、スキーが流れてしまってるんですよ ね、ですから前のターンの失敗が次のゲートに来てるということなんですね、はい、いやさあ1回目2位のカミラ・ニルソン、諦めきれないでしょう。そうですね、女子のアルペン種目は今日が最後のこの回転、その2回目です。
3回目トップ。僕はですね、ニルソンがですねゴールをするとシュナイダーにもっとプレッシャーがかかったんですよね。でしょうね。さあ1回目トップのフレニー・シュナイダー、マティアス・ベートが現在トップということは聞いているでしょう。レディーゴー。さあどういう突きをするか。さあスタートしました。フレニー・シュナイダー大回転に続いて2つ目の金メダルを取るかどうか。ここはいいですね。はい、非常にいいですよ。早いですね。はい、早く来ています。反射面から今急斜面に入ってきた。これ左右に大きく振られます。とてもいいですね。はい、ここまでは大丈夫。はい、この後のタイムが23秒30は破れるかどうか。いいですよ。23秒01トップ。うわ、0秒29トップに来ました。このままでいけば金メダルに一番近い選手だ。フレディ・シュナイダーいいリズムです。はい、非常に動きがいいですね。はい、全く無駄がありません。内井スキーの使い方もですね、はい、上手ですね。わあ、これも絶対優勝できますよ。下から下綺麗に使っています。もう優勝でしょう。今ゴールに47秒88金メダル間違いなし。フレディ・シュナイダー、いやー、やりましたですね。トータル1分36秒69。これも絶対金メダルですね。引き離しました。1秒68ですか。これはもう絶対ですね。これでスイスに今大会2つ目のどうやら金メダルをもたらしました、フレニー・シュナイダー。しかもそれはシュナイダー自身の大回転とこの回転の金メダルということになりますね。